ア・リーグ・エンゼルス・ヤンキース2021年6月29日ニューヨーク。エンゼルスの大谷翔平投手26は29日日本時間30日敵地ニューヨークでのヤンキース戦に2番 DH でスタメン出場。第2打席に両リーグ単独トップに立つ3試合連続27号アーチを放った。3回の第2打席3ボール1ストライクから野軍先発ウアン・タイロンの外角チュンジアップを完璧に捉えて右翼席にライナーで飛び込む27号ソロ。打球速度は 109.6 マイル、約 176.4 キロ、飛距離は395フィート、約 120.4 メートル。前日28日、同29日の同カードの初回に右越え27号ソロを放ったのに続く3試合連続アーチで26本塁打で並んでいたブルージェイズゲレロに1差をつけ、本塁打大争いで両リーグ単独トップに立った。大谷の3試合連続アーチは今月18、19、20日、同19、20、21日のタイガース戦以来で今季3度目。これで6月は12本目で、7年7月に松井秀喜、ヤンキースが記録した日本人月間最多の13本にあと1本と迫り、ア・リーグ月間 MVP にも大きく近づいた。また、25日、同26日のレイズ戦から続く連続試合安打を4に伸ばした。初回1死の第1打席は右飛だった。前日は27号ソロを含め5打数1安打1打点で、通算打撃成績は73試合261打数72安打60打点26本塁打11盗塁で打率276となっていた。